就活家族第1話あらすじ。大手鉄鋼メーカー日本鉄鋼金属で人事部長を務める富川洋介。上司からも部下からも信頼の厚い彼は現在新卒採用の面接とリストラを言い渡すという厄介な役割を請け負っていた。日々学生の採用面接を続ける中、洋介は同期で総務本部長の綿引から有力取引先社長の息子の縁故入社を持ちかけられる。上層部への点数稼ぎを促す綿引に対し、実直な洋介は公平に人物本位で選定すると一向に耳を貸さないのだった。ある日そんな洋介のもとに一人の学生がやってくる。君のような人間はどんな会社も必要としないとあなたに言われたが、5つの会社から内定をもらった。もう一度この会社の面接を受けさせてほしいというその学生を、それはできない決まりだと拒絶。そのまま足早に立ち去る洋介を学生は意味ありげな目でじっと見つめていた。一方でリストラ勧告も難航。リストラ対象だった女性社員川村優子が会社に残りたいと洋介に懇願してくる。返答を保留した洋介だったが、このことがその後思いもかけぬ事態を招くことに。その頃富川家では洋介だけでなく妻の水木、しおり、光もそれぞれ問題を抱えていた。就職活動中の光は全く内定がもらえる気配がなく、挙句繁華街でホストクラブから出てくる母の水木を目撃してしまい動揺。しおりも会社でのセクハラに悩む毎日だった。追い詰められた光は誘われるがまま怪しげな就活塾に出入りするように。そんな中、洋介が先日門前払いにした学生が取引先銀行頭取の息子だったことが判明する。何としてでも彼を入社させるよう命令を受けた洋介は